東京 YouTube 整体の平野です。本当にねこの新しい、美顔施術ですね、リフトアップ、本当にね、ほぼ、皆さんがっちり上がってくれて、いいなっていうふうに思うんですけども、何が、いいのかというと、やはり顔の奥の方のですねインナーマッスルを、しっかり、使えているということだと思います。立位で、当院の場合やってみるんですけども、なんで立位でやるかというとですね、曖昧さがないんですね。頬を上げた時に、足が浮いてしまう、これは、インナーマッスル使えてない状態、アウターで、そうすると、それをまた頑張ろうとするとアウターマッスルでこんな感じでグーッて頑張ってしまうんですね。これはやはり、アウターで少し上がるのかもしれないけども、本当に体の奥の方からきっちり上がるということは、ないんですね。で、ある操作をすると、もう普通の立位の状態で、頭をねこんな風にこうすることもなくしっかりグッて、効きます。そのグッて効いた時、もう本当に10秒ぐらい押すんですけども、もう本当に手応えがあって、で、見させてもらうともう本当にこの頬の位置がね上がって、こんな辺がげっそり、見える人もいます。でそんな、美顔整体の中でですね、54歳のこの女性の話もあって、この深部の筋肉を刺激する美容皮膚科でレーザー光線を当てて、その深部の筋肉をインナーマッスルを刺激して上げるという施術よりもですね、私が本当に10秒ぐらいやった施術の方がはるかに上がって、そしてはるかに長持ちをしているというこの違いはですね、インナーを外部から刺激するのか、そしてインナーを外部からの力を必要利用するんだけども、自分の力、自分の内部の力で持ち上げる、しっかりグッてこう持ち上げる、この違いがあると思います。そんな本当に不思議なですね美顔整体リフトアップを始めました。普通のね整体でもこういったことはありえないと思いますけども、そのねリフトアップも受けていただけると面白いなと思います。愛知県蒲郡市というところでやってますけども、東京大阪もですね出張してやっております。